買い物袋がよ全部焼けちまったじゃねえかよ。でもまあ雲に噛まれても平気な大きさってのは見晴らしがいいぜ。よくなお前、てめえの仲間全員見たゴールを足にしてばよ。隠れるがだガンバババブドウ畑グループ覚悟して待ってやがれ。やらんちゃリトルヘイトな、何手首を切ったっちで体の炎を消したのか。くそまずい、ここで逃げられるのはまずいぜ。エアロスミスの能力で探知をしまった。レーダーがこうかどこだ。ならんちゃん、お前が車を炎上させたがゆえに炎から出る大量の二酸化炭素で俺を探知して追跡できねえ。勝ちか負けかというのなら俺の勝ちだ。ボスの娘の居場所は分かった。あとはここを去って俺の仲間に知らせるだけだ。皆殺しにしてやるぜ。暗殺は俺たちにとっちゃお手のもんだからな。暗殺、この借りはすぐに返してやる。お前はもう俺を探せねえ。俺の勝ちだお前の呼吸を探知できねえんならよ、炎がでかすぎるってんならよ、もっとでっかくしてやるぜ。道路そこら中火つけりゃよ、小せえてめえは焼け死ぬってわけだぜ。絶対逃がさねえぜホルマジよ。キレてんのかこの野郎、道路中火つけまくりやがって。正気かてめえ。町中によ火つけずには済んだな。正気かと言ったのはおめえがやったことは俺に早く殺してほしいっていう合図だってことだぜ。炎のおかげでお前にこの距離まで近づけた。忘れたのか、この距離なら俺のスタンドの方が素早いってことをよ。かもな。来いナランチャ。リトルウィーター、しょうがねえな。たかが買い物来んのもよ楽じゃなかっただろ。ならんちゃ、これからはもっとしんどくなるぜてめえらは。買い物してこいって命令。未完了、金も品物も全部燃えちまった。